トリシティの大将でございます。本日は2022年の9月の15日木曜日でございます。元ブログでございます。おはようございます。本日もですね、聞いていただいて皆さんのお役、ただいまチャンネル登録の3名の方にしていただきました。ありがとうございます。こんないくらあってもですね、いいですからね、という話でございます。チャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。ということで、もう何日前になりますかね、もう1週間経ちますかね、エリザベス女王がお亡くなりになりました。私ね、ちょっと一つのうんちくがございましてですね、これを言いますとですね、大抵の若者がですね、大将物知りやなとかね、見る目がねガラッと変わるというね、一つのお話があるんですよ。持ちネタですね、世に言うね。それがですね、このエリザベス女王に関してのことなので、これからどういう具合に言おうかなと思ってね、悩んでおるんでございます。それはどういう話かと言いますね、これね、なかなかね、今回ね、あれですよ、聞いてらっしゃる方はね、お得ですよ。はい、もう明日にでも使えますからね。例えば教育の話なんですね。日本の教育というのがね、あんまり良くないとなってないということなんですね。で、そういうことをね、例えて言うなればね、こんなおかしい国はないぞと。ね、君たち、イギリスの女王の名前を知ってるか？まあこれね、今まではありがたいことに10人中10人、ちょっと自信のない子は小さい声でエリザベスですかと言われるね。そうや、エリザベス女王や。ね。うん。だから、日本の天皇のお名前は、これね、10人いたらね、1人答えられるかどうかですね。はい。みんな、なる人天皇って言うんですけどもね、今のね、金城天皇は。おかしいやろ？イギリスの女王の名前はみんな答えられて、日本の天皇のお名前を誰も知らないってな、こんな教育があるかっていう、もうこれがね、聞くんですよ。これね、初めね、その当時のね、アメリカの大統領の名前は？って初めしてたんですけどね、その時は、知らんやつがおるんですよ。ほんまに。まあトランプでもね、6割ぐらいでしたね。あと4割知らんとかね。はい。だからこれ困ったもんでね、誰でも知ってるはじめかましは名前やね。だからエリザベス女王だけはね、誰でも知ってるんですよ。よかったなと。うん、こういう人がおってね。はい。おそらくプーチンでも、今プーチン有名ですけどもね、ロシアの大統領はといってもね、ほんの 2,3 年前やったらね、答えられへん若者がね、数多くいたと思いますよ。ところがエリザベス女王だけはですね、全員答えるわけですね。だからね、逆転の効果がございまして、日本の天皇の名前はって言ったらね、誰も知らない、なる人天皇やで。昔、今はな、皇后さんになられたらお母さんがな、子育ての時に民間的な手法を導入して、なるちゃん日記っていうのをね、書いてて、これがね、日本中でものすごい話題になったんやでってみたいな話するわけですね。おーおーおお、大将偉い物知りやないかとかね、そういうことがあるわけでございますね。でも現実にね、ほんまにこのなる人という名前をね、ほとんど知らないっていうのはね、なかなか日本人としてね、ショックな話でございますので、皆さんぜひぜひこれだけは覚えておいてもらいたいなと思っております。で、前のお名前はね、前の今の上皇様のお名前は明仁天皇でございました。で、その前は博仁天皇でございます。まあこれぐらいはね、覚えていてても損はないという形になっております。まあね、特にね、明仁天皇ね、前の天皇からは偉かったですよね。
もう象徴天皇であるというね自覚を完全にされましてですね、まあ素晴らしい世界に誇れる皇室だと私は日本の皇室のことを思っております。いかがでしょうか。でそういったねうんちくをね前はねようネタ的に持ってたんですけどね、いけません。今は何がいけないかって言いますとね、もうスマホでですねそれを聞きながらですね、例えば飲み屋でそういう話してたらね、中にねスマホでね調べるやつがおるんですよね。で揚げ足取るんですね。コロンブスの話とかね、コロンブスの卵の話とかでね、こっちはもうええ気分で話しててもですね調べとるんですよ。でそれでもう見つけますとですね、お手だがって、あ合ってますんですやろうって、うん、あかんなもうこんな話でけえなという今頃の時代でございます。で本日行きましたはね、もうバックの先からなかなか流れております姫路城、はい。でこれはね見やすいように編集をちょっと凝っていたしました。2021年秋の姫路城でございます。はい、編集というかね、そういうねコツはですね、まあ、これ今ええカットなんですよ。これね越しということ、カットなんですね。枝越しね、枝の向こうに姫路城が見えるとスコーンと見えた方が本当は綺麗なんですけどね、プロはねああいうね、額縁ショットみたいなのをよくするわけですね。でこれ秋ですから紅葉でございますね。そういうものを織り込んでアップワイドアップワイドという形でカットをつないでいきます。でなるべくは全てこういう形でフィックス、止まった映像ですね、止まった映像でつないでいきます。で撮影の時もそうなんですけども、前のカットとどういう差をつけるかと言いますとね、3つのことをね前のカットと変えた方がいいんです。まずサイズですね、画面のサイズね。でその次は、アングル、角度ですね、角度。でから3つ目にポジションね、どっから撮るか。この3つをね同時になるべく変えて撮影していくと変化に富んだいいものができます。はい。でそれを編集するときはそれも一緒なんですね。そういう3つのことが変わっている、画面をくっつけていくと大変見やすい。であくまでも止まった映像で、カメラワークは位置的条件とか意味があるカメラワークをしているものを用いるということですね。そういうこういう、止まった映像で見やすくするためには、それがなるべくこの四角の中にですね収まっているということで、それがすごく大切なことで、それは構図であるんですね。で構図の基本は額縁なんですよ。はい。と思ってください。絵画だとね、絵画を額縁があるかないかでは大きく違うでしょ。誰が想像したって額のない絵はもう一つでしょ。だから額をわざとこちらでつけるという作業を頭の中でするわけです。それがこの言った枝越しとかいうカットに変化していくわけでございます。ではまた。